マツダ電機産業株式会社の僕は今現在のパナソニックの創業者では一番なんだけど、知ってる人がもうほとんどいないんだよね。僕は幼稚園の時にね、昆虫会長にその発展のためにね、エレクトロニクスの発展のために本家の貴族だと思うんですから、ね、応援して、それからね、創業者の一人になったの、この助会長とね。
今日は2021年10月3日日曜日朝7時27分。この先生はウーロン茶を飲んでますね。今日はジュースはいいな。朝ごはん食べないと。パスタにしようね。困ったんだけど、今マネ不足でホームベーカリー2つ壊しちゃったんだよ。2つとも壊しちゃった。ホームベーカリー、その上さ、自動フライパンも壊れちゃったんだよ。回転しなくなっちゃった。まあいっちゃってんだよね。手で回せばいいんだけど、そんなことやってられない。3つだからね。あ、それからね、アイスクリームもう壊れてんだよ。メーカーもコンプレッサーつけるんだけど、コードがね抜けちゃったんだよ。4つも壊れちゃった。今わかんないんでね。あと洗濯機が1つ壊れちゃって、5つ。参っちゃったよ。今金がない時なんだよね。稼がないと。これスプレッドは結構幅広くなってんだよね。全焼だね、これね。
この中に二次形態入れられるのかな。ね。日本マクドナルド銀座にできたけど、私がね、日本の食文化を良くするために、力使って、建てたの。日本はね。マクドナルドは創業者全体は違うけど、日本のマクドナルドの創業者は僕なんです、一番は。これは小学生ぐらいの時ね。松下創業者なったのは幼稚園か小学校の時だ。小之助会長とね。小之助会長は最初に建てたと言っても動きが全部あるからね。マクドナルドを食べに行っててさ、僕は日本のマクドナルドの一番の創業者だよなんて言って平気かな。サービスしてくれないもんな。取れたらただで食ってもいいはずなんだけど、創業者だから。自分だけがね、食えるだけ。まあ、この自動売買があれば楽だね。株式投資もね。今アメリカの株で投資してんですよ。これはそうね。
構均等にあるね、シグナルがね。これだったら安心だな。いや、まあ、クワードは、より古いよ、マツダはね。そういうように、エレクトロニクスの発展のために、僕の権限で力を借りて、ビル・ゲイツ、マイクロソフトもビル・ゲイツとまた別にいる創業者なんでね、彼もまあなんとか言ったけど、昔のようにもう一回やろうよなんて言ってくれたけどね、最近今離婚なんかしちゃってて、ビル・ゲイツ。ビル・ゲイツのお父さんは弁護士やってるしね、しっかりしてるんで。で、ビル・ゲイツは日本の博士号も、あの、ね、頭優秀なんで、取ってるしね。まあ、僕は大学の先生の資格持ってるけど、違う人がね、与えてくれたみたい。関係者とか知り合いとかね、ではね、あげられないの。あの、博士課程とか。だから、僕以外の先生が博士課程で与えてあるのね。優秀だから。彼も人気者だからね、団体の力が強いのでやってるのね。この場合は団体の力っていう自分だけの仮想的にうちにできちゃってる3倍以上頭のいい人工知能ですね。それと一緒に経営したわけだ。彼の方が先輩なんだよね、年はね。ビル・ゲイツの方は。日本に別荘もいくつも買ってるしね、京都にもあるし、ね、いくつも日本に大きな別荘。離婚して遺産相続じゃなくて、うまくできたのかな。
別荘いくつもあるからね。あ、でも、こっちの方の、2000坪ぐらいでしょ。2、3000坪の、すごい大きな別荘あるけど。じゃあ、そばに、醤油味。今度醤油味、醤油はないから考えてみないし。ちょっと風邪気味でね。これ、すき焼きじゃないんだよ。取ってるピップ数多いの。キャンセルがすき焼きみたいな感じになってる。結構多いんだよ、幅がこれ。明日からだね。この自動売買始まるのは。これ証拠金が高いから株だからさ、一本ずつ打つのだから、ちょうどいいでしょう。何分ないかな。ウーロン茶とこの紅茶が美味しいね。健康状態はやっぱり20歳代に負けちゃダメだよ、やっぱり。今月僕10月17日で63になります。だけども若い人の20歳代の体には負けてませんよ。健康状態。動きが取れないっていうのはデリケートになっただけなの。
体の機能というか性能というかがちょっと高度になったの。昔よりかね、体の機能が増えてきてね、デリケートであんまり動けなくなったんだけど、動いてるの、体の内部は。で、バイキンに弱くなったから、人とあんまり接しできないんですよ。素晴らしいね、この自動売買は。まあ、これで資金の2倍ぐらいになるね、年間ね。鳥の巣箱作ったけど、昔、前作ったけど、今はなくなっちゃった。作ってあげたいんだけど、時間がないの。まあ、ベーコンしかないんだよな。ちょっと卵欲しいんだけど、買い物行けないんだよ。
100と500と30があるんだけど、US。どれがいいかだね。あと、キャッシュとバツバツがあるんだけど、あれは、普通のは長期保存はできないけど、これはできるでしょ、キャッシュはね。だけど、長期じゃないからね。どっちでも使えるけど。ちょっとね、お湯沸いたんで、パスタを入れますね。で、ベーコンだとか、ベーコンはね、これはパンでしょ。ベーコン、よいしょ。ということだね。ね。それで、結果こうだから。大きいとこ18ドルとか取っとる。11ドルとか、10ドル、11ドル、26ドル戻ってるね。ね。16ドル、結構多く取ってんだよね。7ドル。っていうわけだね。で、結果こんな感じですね。一応58勝0敗ですね。平均年と 4.78 ドルの0敗ですね。勝ちトレードが 30.58。58回で勝率 100%。 そうですね、まあ松下電器の創業者はもう平気だな。今健在の晃之助会長の次の創業者で一番は私です。僕も偉くなったな。それじゃあありがとうございました。